ぜひあなたも早いうちから参加しちゃってください。合ってる？あ、僕だから3番ですねって言ったのに、バカだったの？終わったもう当たったと思ったからこっちは3番ですって言ったら、いや1番ですって言うから、あ、よかったと思って。うわ、やられた。何それ、なんかの反応ちょっとおかしいと思った。そうだからそこでしまった。あ、ヘンデルに言ってくれてよかったけど、それでバレたらまたどうしようと思って、こっちはもう、あ、バカで当たっちゃったという。そう、いや、なんかバカですねって感じだったから、何が言いたかったんだろうか、ちょっともうちょっと深く考えればよかったな。ああもうシューベルトのせいで当たったし、バッハに縁がない、ダメ、私はバッハは、バッハ、さよなら、はい、じゃあ後半はということで、今度さえちゃんの恥ずかしい話を、ね、聞きたいと思います。やだよ、誰得だよ、やめてください。ではまた来週お会いしましょう。さんゆりなとマーチ山本でした。この後も FM1 でお楽しみくださいということで、まだ映ってますけど、恥ずかしい話ないです。恥ずかしい話、私はあれですかね、普通にあの中学校の時に自転車通学で中学校まで行ってたんですけど、日清の日清の中学校まで行ってたんですけど、うん、あのヘルメットかぶっていかなきゃいけない、ヘルメットかぶって自転車乗って中学校着いて、何も持ってないのに気づいたってなりましたね。え、カバンも？カバン何も持ってないで、チャリで戻ったの？いや、もう職員室であの母に電話して、あ、カバン忘れたって、職員室何しに学校行ってるの。そうそうそう、っていうことはありましたけど、ああ、すごい恥ずかしかった。じゃあヘルメットのが大事だった。そう、ヘルメットはもうルールでね、絶対かぶらなきゃいけない。私はすごいいい子だったから、絶対ヘルメットかぶってたんですけど、ヘルメットかぶってそのまま行ったって。そんないい子が、そんないい子が何、何カバン忘れるの。そう、カバン忘れちゃったっていうのありました。これね、え、これがそのジャケットだから、何もでしょう、こんなジャケットなんですけど、めっちゃなんか普通にシンプルじゃない、ね、A14 って書いてある。これ多分どこか整理したんでしょうね、こういうレコードなんです。いや、すごい。でもこのなんだろう、古本の匂いみたいな、ね、そうか、はい、でこれね、名古屋ディスクって書いてあるんですよ、どっかに。名古屋ディスク、ね、ここだ、名古屋ディスクって。これね、僕プロになってからこの人たちとよく付き合いが、要するに名古屋でここだけなのかな、ちゃんと録音を取ってレコードを作ってくれる、自主レコードを作ってくれる。他にもあるのかもしれないですけど、私こことしかで、意外にここの社長さんで息子さんがついてるんですけど、両方とも付き合いがあったんですけどね。セントラルもね、ここで CD を、その時から CD を作ってもらったりしてたかな。すごい、ものすごい、あの、なんていうんだろう、機械がガーッとあって、そこ行って、この音どうしますかとかっていうのをね、一個一個、なんていうの、監修みたいなのやるんだ。やった。で、その時もここの外れてる音は、あ、ここじゃあ消してこう入れましょう。あ、できるんですね、そういうことも。できる。CD の時はできてたけど、レコードはね、レコードはどうなんですか、なかなかね、やっぱあの修正してないからこそ の、 あのさっきのホルン、多分宮下さんは分かってると思うけど、あのカセットじゃなくてオープンリーの時はハサミで切ってたんでしょ。ああ、そうそうそう、切って繋いでとか、チラッと聞いたことある、ハサミで切って、そういう編集でしょう。なんかすごいアナログな繋ぎ方してるんですよ、ね、うん、それもあったし、オープンリールなんて見たことないでしょ。ない。うちあったな、なんか、え、すごい、あった、ガチャってあったんですよ、うん、どこのメーカーだったかな、ソニーかな、ソニーじゃなかった、違うんだ、ソニーじゃなかった、なんとか X が違ったぞ、何だったかな、ボックス、なんかそんなような、なんか、うん、え、じゃあすごいじゃん、というスイス製のものなん、なんであったのかがわからないんですけどあった、ティアク、うん、あ、それそれ、あ、そっちだ、ティアク、あ、ティアク、そっちだ、それだ、それすごいすごい、ティア、ティアク、うん、富士かどっか違う、どこティアックはティアックカセットデッキでは超有名な、今はもうまだある、あるかな、ね、カセットテープはこだわりあったよ、あの TDK とかソニーとかって、あって、日立のマクセルとかね、あったんだけど、ソニーがやっぱり一番かっこよかった、ちょっと半透明で、で透明のやつあったな、ピンク、スピンクのとか、で、ラジオの、今でもまだカセット生きてるじゃないですか、あのドライブイン行くとさ、はい、演歌のやつまだ売ってるたりする、へ、どこで再生するんだろう、ラジカセ懐かしの、もうだってカーステレオってないでしょ、あるやつがあるのかな、まだ、いやでも見かけないですけどね、普通に家にラジカセがまだ残ってたら、それで、そうなんだよね、という
話ですけどね。そうでした。さあいよいよここで高校が終わって次回は大学ですね。楽しみ、どんな大学生活を送ってたんでしょうね。ね、コンタクトにしてたんですよ。お、大学デビューしようかな。そう、モテモテになるかなと思ったらね、怪しい女性が聞くんですよね、いろいろ。楽しみにしてます、はい、です。バイバーイ。でもこれになるとかみさんが今度から